はいどうもポンチです。今日は個人的にめちゃくちゃ愛用しているサンドイッチカード教えちゃいます。お楽しみください。実演1枚カードをお選びください。じゃあこちらにサインをお願いします。お客様は1から13の中でお好みの数字1つおっしゃってください。5でかしこまりました。5ですね。じゃあこのカードを1枚、それからもう1枚、合計2枚使います。スペードの5とクラブの5ですね。サインありがとうございます。サインしていただいたカードは一組の中ほどにしまっておきます。今からですねこちらの5の間にお客様のサインしたカードが挟まれちゃうっていうマジックをやりたいと思います。指を一度鳴らした瞬間に今5の間に、お客様のサインしたカードが挟まれました。ただこのマジック誰でもできてしまいます。僕しかできないのはもう一度指を鳴らします。つまり2回指を鳴らすと間にあったサインしたカードが元あった場所に戻る。つまり今間には何もないというマジックでした。はい、これだとねよくインチキだって言われるのでもう一度いきますよ。やっぱり一回指を鳴らすとちゃんと間に1枚のカードが挟まれます。どうもありがとうございます。中見てないですね。ちゃんとサインしましたね。サインしたカードが挟まれるっていうマジックでした。もう一度いきますよ。もう一度今度は高速でこれ振ってあげた瞬間にねこっち全然関係ないカードになって間にあるのが、ちゃんとサインしていただいたカードです。どうもありがとうございます。ちょっと早すぎましたかね。もうちょっとゆっくりやりますね。よく見ててくださいね。クラブの5とそれからスペードの5、ワン、ツー、スリー、この瞬間に5の間に全部のカードが挟まれてこちらには1枚だけ、そしてこちらのカードがサインしていただいたカードです。はい、では解説していきます。めちゃくちゃおすすめの三段落ちのサンドイッチカードです。まず一人のお客様に1枚のカードを選んでもらってそのカードにサインをしてもらいます。その間に別のお客様に1から13の中で好きな数字を言ってもらいます。例えば今回は11が言われたとします。そしたら赤でも黒でも構いませんので11のカードを2枚取り出していきます。このまま突き出して取り上げて左手のデッコをひっくり返してこの上に重ねるんですが、その際に1枚のカードの下にブレイクを取ってこのまま重ねます。今3枚の下にブレイクがある状態なんですが、このブレイクをティルト状態にします。つまり空間作っとくってことですね。そしたらサインしてもらったカードを返してもらってこのまま裏向きの状態でティルトのところ上から4枚目にダイレクトに突っ込みます。そしたら演出は各自で考えていただくとして、基本的には今からこちらのジャックを使ってお客様のサインしたカードを探していきますと言って、このように示しながらトップカードの下にブレイクを取ってこのまま揃えます。そしてブレイクの上3枚を取り上げて今間には何もありませんねと示して、こっちはダブルのカードです。でここを上に重ねると間に挟まれます。お好みのおまじないをかけて広げてあげると間に1枚のカードが挟まれましたと示します。この間にこちらのトップカードの下にブレイクを保っておきます。そしたらこのままもう一度揃えます。表見てませんねと言ってブレイクの上4枚を取り上げます。そしたらまず1枚目はこのように取って、2枚目はフラストレーションカウントするようにこのように示してちゃんとサインがありますねと言って上側にして上のカードをこのように取ります。実際は矛盾が起きてます。でここでひっくり返さないように注意しながらここに置いてあげます。そしたらなるべくずれないように注意しながら右手に持ち替えます。これがまず1段目です。で2段目ですが、この突き出ているカードをこのまま取ります。で取ってこの状態で振ってあげながら左手はこのように戻して右手はこのように広げるだけです。これを同時に行ってあげます。この瞬間に一瞬にして間に飛び移ったような演出です。トップカードを見せて、こちらは全然違うカードです。こちらの間のカードがあなたのサイン付きのカード。これで2段目が終了です。3段目はこのまま揃えてあげるんですが、3枚の下にもう一度ブレイクを保っておきます。でまたこのブレイクの状態をティルトの状態にしてこのまま突き出ているサインカードを取ってティルトでダイレクトに3枚目に入れるんですけれども、3枚目に入れながらこのカードを持ち上げて3枚のカードの下にブレイクを取ります。今広げるとこんな感じです。ジャック、ジャック、そしてお客様のサイン付きのカード、この下にブレイクがある状態。そしたらこの状態でデックを少し縦気味にしてビドルグリップのポジションに持っていきます。そしてもう一度やりますと言って上のジャックを左手にこのように取って、そして今度は左手のジャックを一番下に持っていって、でこのジャックの下のお客様のカードだけを右手に残しながら残り全体をこちら左側に持っていくわけですね。ここはそこまで難しくありません。でここは厚みがわからないように注意してください。そしたら次に右手と左手同時に動きを行うんですけれども、右手はこのような動き、そして左手はこんな感じの動きを行ってジャックの間に全部のカードが挟まれました。たった1枚以外のみたいな感じの演出になります。もう一度流れでやるとジャックを重ねる際にトップカードの下にブレーキ
ックを取って、これをティルトの状態にしてサインしてもらったカードを上から4枚目にダイレクトに突っ込みます。ジャックを使ってお客様のカードを探していきますと言って、今間には何もありませんと言って、間に持ってきてこちらのトップカードの下にブレイクを取って4枚を取り上げて、こんな感じでディスプレイします。そしたら突き出てる部分を取り上げて、これで2段目です。こっちは違うよね、サインカードはこちらにありますと言って、揃えながらまた3枚の下にブレイクを取って、これを力抜くとティルトポジションになりますので、ティルトしてる状態にして、これを持っていって、これを持ち上げながら揃えます。で今3枚の下にこれブレイク親指に移して、これ縦気味にして、まず1枚を取ったら1枚を下に付け加えながら1枚以外をこのように持っていって、このように同時に動きを行います。そうすると間に全部挟まれて、こちらにはサインカードだけ、このようにキックバック現象のようなものが起こります。正直めちゃくちゃおすすめで、そんなにね広まってほしくないようなタイプのトリックなんですけれども、ぜひやってみてください。はい、キャラマジックいかがだったでしょうか。サンドイッチカードは非常に盛り上がるネタですので、ルーティンのね一部に取り入れてみてはいかがでしょうか。これがマジックの歴史をしてます。こちらからチャンネル登録、その他の動画を見てってください。というわけでまた明日お会いしましょう。バイバイ。